クラウニウス・シルーアヌスは、ローマ帝国のフランク人で、355年に28日間、ローマ皇帝を名乗っていたとされる人物である。シルーアヌスは、ガリア生まれのフランク人で、彼の父は、コンスタンティヌス一世に仕えた将軍、ボニトゥスとされる。シルーアヌスも、父と同じように軍人として、ローマ帝国に仕え、はじめは、マグネンティウスの下で、トリブヌス。 ついでコンスタンティウス2世の下でマギステルミリトムを務めた。当時シルーアヌスは若い青年であったとされ、これは異例の昇進だった。シルーアヌスは有能な武人であるだけでなく、優れた人格と気質で非常に評判が良かったという。352年、彼はコンスタンティウス2世よりガリアのアラマンニ人を制圧するという困難な任務を与えられた。 彼は死罪を投じて、アラマンニ人を買収し、大きな成功を収めた。しかしシルーアノスの性暴が高まるにつれ、宮廷では彼に嫉妬する声が強まり、陰謀によってシルーアノスに反逆の罪が被せられた。シルーアノスは避難と処刑の脅威に怯え、355年8月11日、コロニア・アグリッピ年室で、自らが皇帝となることを宣言し、 海海級のローマ兵の多くがシルアヌスへの忠誠を宣言した。その頃宮廷では、シルアヌスと同じフランク人の将軍だったメロバウです。らが訴えを起こし、シルアヌスへの疑いを晴らすことに成功していた。しかし皇帝を名乗って28日目となる9月7日、シルアヌスの後継者として指名されていたウルシキヌスの放った資格によってシルアヌスは殺害された。シルアヌスには、 息子がいたとされるが、逃亡して生き延びたという。この逃亡した息子の名誉は、後に、ユリアヌスによって回復された。ありがとうございます。